皆さんこんばんは、さきです。今日は寝たまんまできるリラックスヨガをお届けしようと思います。皆さん最近ぐっすり眠れていますかね。時間を取れてるよっていう方も、本当に果たしてその睡眠の質はいいでしょうか。睡眠の質を上げていくことで、もちろんストレス緩和になったりだとか、あとは女性にとってはね、とっても嬉しいダイエット効果。反対に言えば、睡眠不足、睡眠の質が悪いと太りやすくなります。これ本当です。ホルモンのバランスが崩れて、太りやすい体質になっていく可能性がありますので、今日はですね、眠る前に体も心もリラックスできるようなポーズをご紹介していこうと思いますので、ぜひ寝る前にこれをかけてもらって一緒に動いてみてください。では早速やってみましょう。では動いていきます。まずは仰向けの状態で膝を立ててみましょう。その状態からどちらでもいいので、体を横向きにゴロンと寝かせます。完全に横を向いた状態、楽でいられる場所で、両手を前習いの状態でまっすぐ床の上に伸ばしてみてください。手のひら同士を重ね、足も膝と膝を重ねておきます。深く息を吐いて力を抜いて、吸いながら上の手をゆっくりと反対側に開いていきましょう。胸を広げて、その開いた胸に呼吸を入れるようにします。吐きながらゆっくりと左手を元の位置に戻していきます。手のひら同士を重ねてリラックス。呼吸と一緒にゆっくり繰り返してみましょう。吸いながら上の手反対側に広げ、胸を膨らませるように空気を入れます。吐く息で手をゆっくりと元に戻していく。繰り返してみてください。で、手が最初は反対側の床までつかない、肩が硬いなっていう状態でも大丈夫です。胸が開いている感覚があれば OK なので、今は何より吐く息でリラックスをすることを優先させましょう。吸いながら肩を上に引き上げるように伸びていきます。吐く息でゆっくりと閉じる。ラスト1回いきましょう。吸いながら遠くに向かって指先を届けていきます。開いた状態で少し呼吸を続けてみてください。心地よければ目を閉じて、口元も緩めます。ではその状態からゆっくりと膝を立てて、ゴロンと反対側を向きましょう。同じ動きを行います。両手は胸の前、床の上にまっすぐ伸ばし、吸いながら手を上に上げて、そのまま肩が床に近づいていくように手を広げていきます。吐きながらゆっくりと手を元に戻していく。呼吸と動きをゆったりとした気持ちで合わせることがポイントです。吸いながら遠くに向かって開いて、手の甲を優しく下ろします。吐いて元に戻す。余裕が出てきたら、お顔の向きも手と一緒に動かしてみましょう。体全体をゆっくりと回すように開いていく。自分の呼吸で繰り返してみてください。肩周りをほぐす効果、そして肋骨、この胸のあたりの固まった筋肉を和らげる効果があります。ここを和らげることで、呼吸が深く入って、この後深い眠りへと入りやすくなっていきます。さあ、ではラスト1回、ゆっくりと手を伸ばし、反対側に開いたらその状態でポーズをキープさせます。足元の力も完全に抜いて、ではゆっくりと膝を中心に戻して、そのまま
次のポーズに入ります。手は真横に伸ばしたままか、もしくは肘から90度に曲げてください。真横に伸ばしている場合は手のひらを床につけるようにしましょう。膝の真下にかかとを置いて大きく息を吸って、吐きながら両膝を片方にバタッと倒して、倒した膝と反対の方にお顔を向けて、そのまま呼吸をします。足元の力は完全に抜いて、反対側の肩が床から浮かない範囲で両膝を倒してみましょう。体の中心を大きくねじる無二のポーズです。深く息を吐いたら、ゆっくりと膝と顔を中心へ戻し、吐きながら両足を左側に倒して、顔は膝と反対側に向けます。お腹のあたりを柔らかく膨らませるように、ゆったり呼吸を繰り返してみてください。では吸いながら膝と顔を中心に戻し、一度リラックスをします。では次のポーズです。今度は立てている膝を両方とも外側にパカッと広げて、足の裏同士を合わせてみましょう。この時にかかとの位置がお尻に近いと運動強度が高まります。痛みや違和感を感じる方はかかとの位置を前にずらして、足の裏同士を合わせてリラックスをしてください。じっとしていてもいいし、膝を上下にバウンドさせたり、体を左右に揺らしてもいいです。手の位置もおへその周りに手のひらを当てたり、もしくは足の付け根を優しく撫でるようにしてもいいので、自分が落ち着くように過ごしてみてください。寝た状態での合席のポーズはホルモンバランスを整えたり、骨盤調整をしていく効果があります。では手を動かしている方は床へと戻し、ゆっくりと太ももを中心で閉じて、そのまま片足ずつ足を天井に向かって伸ばしていきましょう。これも伸ばせる範囲、上げられる範囲で大丈夫です。足首は一度楽にして、鼻から大きく息を吸って、吐く息でつま先を天井の方に向かって伸ばしてみましょう。足の甲からすねがまっすぐになるように足の前面を伸ばします。吸いながら足首を90度に曲げて、かかとを天井の方に押し出していく。繰り返します。吐いてつま先遠く、吸って足首を90度。足のむくみを取るのに効果的です。ゆっくりと呼吸をしながら自分のペースで動いてみてください。ただ足を上げていることが辛い方は、壁なんかに立てかけてもらって同じ動きを行ってもむくみ取る効果十分にありますので、工夫をしてみてください。さあではラスト1回、ゆっくりと足首90度にしたら、力を抜いてそのまま両手も天井に向かって伸ばし、手先足先をプラプラっと揺らしてみましょう。疲労回復に効果があります。完全に足手どちらも脱力をして、ふくらはぎを揺らしていきますね。動きを止めて両手を床へ下ろし、両膝を胸の方に近づけます。手で足元を抱えてそのままリラックスをしてみましょう。便秘解消にも効果のあるガス抜きのポーズです。深く吐く息で太ももを胸の方に近づけて、吸う息で少し力を緩める。では自分の方に膝をぐーっと近づけたら、一度大きく息を吸って、吐く息で頭を上げておでこと膝近づけ合いましょう。
吸いながら頭を下ろして、吐く息で手足を解放し仰向けになります。仰向けのままの状態でゆっくりと目を閉じて、脇の間拳一つ分くらい空間を広げ、手のひらを天井に向けます。目元や口元、ギュッと入っている力を吐く息と一緒に緩めていきましょう。肩も安心して床に預けて、そのまま呼吸を繰り返します。皆さんお疲れ様でした。少しはゆっくりできましたでしょうか。私たちはですね、普段携帯だったりパソコンに触れ合う機会もとっても多いので、こう睡眠時間が取れていると思っていても、実は睡眠の質が浅くてよく眠れていない場合が多いんですね。そうすると、最初も言った通りホルモンバランスが崩れて痩せにくい体質になったり、あとは寝ても寝ても疲れが取れない、仕事の効率が悪くなったりもします。こういった寝る前の5分10分のリラックスモードを自分で作っていくことで睡眠の質っていうのは上げられますので、ぜひ寝る前のお供として今日一ポーズでも動いてみて、自分をリラックスさせる術を知っていってください。ありがとうございました。